川口サイエンクラブファーム、ここがエッジの一番の実習区画になりますね。まあスティックセニョール無事に育ってきてますけど、ちょっとこの辺剥がし折れたりしてるの、これは根付いた時の枯れかな。少し折れちゃった葉が出たっていう感じですかね。まあ、無事に根付いてきてよかったと思う。ちょっとカメムシがたかってるのが気になりますけれども、まあなんとかこのまま育ってくれるんじゃないかなというふうに思います。それから大根ですけれども、ちょっとカメムシの被害がやっぱりちょっとひどいですね。かなり葉が吸われちゃって、葉先がもう汁を吸われてしおれちゃったような状態になっちゃってますね。まあ、見かけるとこうやってこまめに取ってあげてるんですけども、ちょっと温度が高くて雨も多いので、ちょっと今年はカメムシとかヨトウムシがかなり発生してますね。まあ、なるべくまだもうちょっとですけども収穫までだいぶ太ってきてるので、なるべく早め早めに収穫してっていただいた方がいいかもしれないですね。で、株ももうそろそろこれで収穫しちゃった方がいいと思いますね。オクラは無事に育ってきてるというふうに思います。